こんな感じでモデルをね、これ L モデルなんだけど、ここにあの PC のね、ここにこのようにセットして、で、ここからプリントで、まあ品質といろいろ選べるんだけど、今回はまあノーマルで、こうやってこれでやりますね。そうするとこれ本当あの 3D プリンターって見たことない人もいると思うんだけど、こんな感じね。で普通のプリンターだと、このこれプリンターヘッド、ここにあのこの線材、あのこれ 1.75 ミリだったかなの、ABS なんだけど、これを入れて、でこれこんな感じね。でこれをここにセットして、でここね、これが、普通のプリンターだとこういう風にね、 X 軸それから Y 軸ってあるんだけど、これ下から上がってきてますね。これが Z 軸だから、平面、この2軸の平面プラス縦方向の3軸で、これで印刷していくっていう、そんな感じなんですね。でこれでまず一発目の試しをやって、でここにねちょっとあるんだけど、こういうこれでまずちょっと見えないかな、試しので、これで今プリントが始まったって感じです。これね、これはね今ライトの方を出力しているところです。なんとなくイメージ分かりますかね、こんな感じね。まあ、出来上がるとね、こんな感じでここにあるんですよね。でこうやってこんな感じ、ね、でこれをこうやって取るとこんな感じになってます。さっき 3D プリンターで印刷してるとこを見てもらったんだけど、結局ね皆さんの、このブラケット、オズモポケット用のブラケットを、一人しこしこ、こう印刷してるうちに、自分のもどうしても欲しくなって、12月15日に、発売開始だったと思うんで、まあ、それよりフライングでね早くもゲットしてた人もいると思うんだけど、正式には15日で、私は22日に注文して、多分今日、27日に到着しそうです。いやー、ということでね、この皆さんのものをこうやって出力してるんだけど、さらに自分のも出力して、で年末、日本にね帰るので、その時にこれで Vlog を撮っていきたいと思います。実はねちょっとなんかちょっと困っちゃったんだけど、これね、私の富士のね XH1 っていうカメラ、メインカメラなんだけど、これがねちょっと調子悪くなっちゃって、つけるとねパチ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 再起動っていうかオンオフを繰り返しちゃうっていうね、いい時はいいんだけど途中でもうダメになって、数分やるとねダメになっちゃうんで、これも修理出さなきゃいけないということでね、まあそういうことで今からもうそろそろね、さっき見てもらった、こういう感じで見てもらうと分かるんだけど、もううちの、事務所の、近くまで、物は届いてるんで、早く来ればいいなと。開封はねもう皆さんやってて面白くないと思うんで、このあとね、モンコクっていうコンピューターセンターにね、何かアクセサリー、まあ自分のこれはあるんだけど、それ以外にできればね、なんかフィルターとかあれば買っときたいなと思ってます。いやいや、ということで届きました。ということで、ケイシーの動画見ながらね勉強してたら、オズモポケット届きました。前ねナイフ使ってたら、お前のナイフの使い方危なくて見てる方が気持ち悪くなるって言われたんだけど、ということでこの段ボール専用のやつに変えました。これはね何かっていうと、実はこれ印刷しててね、フィラメントっていうのかな、あれがなくなってしまって、こういうね黒の ABS のこれね、これが3D プリンターの素材なんです。これ ABS なんですけど、これで 500g かな、1.75mm の
多分これ 500g のやつ買ったと思うんですけど、まあこれをね2個、これでこの辺りをね作っていきたいと思います。ちょっとちょうどなくなっちゃったんでね、買いました。そんな高くないですよ、これでいくらかな、まあ安いです。で問題のこちらということで、問題のこれね開けていきましょう。はい、ということで開封していきましょう。まあね、これ開封ったってもう多くの人がやってるんで、まあ、22日に注文した時にはね、確か、1日2日で出荷っていうふうに書いてあったんだけど、出荷は昨日出荷っていうステータスに変わってたから、実際には4日ぐらい、まあただ休みがね多かったから、まあしゃあないですよね。ということで、何めっちゃ硬いんですけど、こうか、うわっやべ、出ました。まあうちのね健太くんのやつ触ってるから、感動はないんだけど、こんな感じです。ピーターオーかな、こんな感じね。ね、まずは内容物を紹介したいと思います。これが本体ね、それから、USB-C の、アダプター、 USB あ iOS のライトニングのアダプター、それからこれがストラップ。このストラップは、こっち側につけるみたいね、本体につけるってことはできないんで、この穴を使って、ケースと、ストラップはつなぐっていう感じですね。ケースはね、なんかみんなの見てると、なんていうか柔らかいフェイクレザーみたいなものかなと思ったら、ここプラスチックなんですね。結構硬質のプラスチックで、中にちょっとなんていうかフェルトっていうか優しい素材のものが入ってますね、貼られてますね。まあいい感じだと思います。でこれをこういうふうにして、で収納するんだよね。こんな感じ、あ逆か、こっち側に、うわこんな感じかな、こうやって収納する感じだと。うん、よく考えてますよね、本当ね。DJI は本当こういうね、細かいアクセサリーの細かいところまで本当よく考えてて、この、マビック関係なんかもね、すごくよく作り込まれてるなと感じるんですけど、これもやっぱりよく考えてますよね。でね、素材感としてはね、この辺はプラスチックで、ここだけがね、ちょっとゴムっぽいね、素材。まあ、ボタンが触るとこなんで、指をこう、滑りにくくするってことでしょうね。ちょっとここだけがゴムっぽい素材になってますね。まあそんな感じで、で、自分が作ったね、3D プリンター。これ何も私がデザインしたのは私じゃないですね。これは、私も自分で作ったものを、これなんかね、自分で作ったりしてるんですけども、3D プリンターで。こういうものを共有サイトっていうのがあって、私も皆さんにダウンロードしていただけるようにいくつかやってるんですね。でこれは有志の方がダウンロードして使っていいよってことでシェアしていただいているものを自分で 3D プリントしました。で、今こうやって皆さんのこの間のねライブで紹介した皆さんのものもこうやって印刷してます。鋭意ね努力して印刷してますので、もう少々お待ちください。これね、1個ね、これをこっち側のライトでね、40分ぐらい、こっちでね、1時間ちょっとで印刷できる感じなんで、もうちょっと、結構時間かかるんですけど、もう少々お待ちくださいね。で、実際の使い勝手を見てみるとね、ここにこうでしょ、こんな感じで、スポッと入りますよね。うん、どうでしょう。で、ここにね、こういう、これは GoPro を、バックパックのね、胸にこうやってマウントするようなものなんですけど、どういう感じがいいかな、こう、ま、胸のストラップにこう刺して、こういうところに、こういう感じかな、うん、でこういうふうにやればいいのかな。
あるいは自分で見えた方がいいから、こういう方がいいかもしれないね。こんな感じでやれば、あの自分が画面を見るってことできるんで、まあ、これがいいのかもしれないね。ちょっと先っちょに出ちゃう感じはあるけど、まあ、こうやれば自分でモニターを確認しながら、歩き取りができるかなと思いますね。まあ、こういうタイプが一つ。それからもう一つは、これはこう置けるのもいいよね、こうやってね。もう一つがね、このもっとライトタイプって言って、実はねこれ2つあのどちらがいいですかっていうふうに、希望1つっていうふうに、ケチくさいんですけど、あの作るのも大変なんで1つっていうふうにお話したらね、こちらのライトの方が、注文の数としては多くなりましたね。こっちの方がシンプルでいいのかな、みんなね。これね、こんな感じでここにやっぱりこういうふうにできますからね、うん、まあなかなかいいんじゃないでしょうかね、こうやって、うん。これのいいとこはね、これほら、これね、例えばこうやってライトニングをこうしてても、力かこんな感じね。でこれでここ止めるっていう、こんな感じかな。うん、これ GoPro にのね、あのマウントになってれば、アクセサリー持ってる人はね、あのいろんな運用できますよね。これピークデザインのキャプチャーっていうやつ、これであの胸につけるっていうのもいいんだけど、これだとどうしてもこの辺ガチャガチャしてあるし、これの方がシンプルでむしろいいような気がしています。ということで今からまあちょっとこれ長くなっちゃったと思うんで、次別の動画でね、これ用のフィルターとかがもしかしてもう香港売ってるかもしれないんで、街歩きして、フィルターを、調達、フィルターか、あるいはねここの頭だけにね、これいちいちしまうの面倒なんで、頭だけケースか、あのカバーするようなケースが売ってたらそれ買いたいなと思ってます。これがちょっとやっぱり奥にしても不安ですよね。だからここにパチョッとはめるような、そんなのがあればと思うんだけどね。まあそういうのを探しに行ってきます。